こっから展望を仕上げていきます。頑張ります。おはようございます。今日はですね、ポップアップ前日なんですけれども、このプリンになってしまった髪の毛を今から染めに行きたいと思います。ポップアップのためにちょっと髪色もね、これから綺麗にしていこうと思います。ちなみにネイルも昨日の夜しました。今日前日で荷物の搬入とか店舗のその準備とかもあるので時間がないかなと思ってこんな感じでやりました。今回ネイビーのネイルをしてます。かわいいネイビー。ということで、じゃあそろそろ行ってきまーす。バイバーイ。じゃーん、染めてきましたー。いやー、髪の毛が生き返りました。根元のリタッチと全体的なカラーと、ちょっと毛先もカットしてもらったりとか、トリートメントもねやってもらって、わかります、この感じ超サラサラになりました。カラーまた同じ感じにしてもらいました。めっちゃ可愛い色。今一回家帰ってきてこれお昼ご飯食べてるんですけど、今日前日の準備があって、でその前に事務所の方で次の新作の撮影のコーデ組みをするので、ポップアップの荷物とか全部持ってまた渋谷に行きたいと思います。ということで、今こんな感じで空の状態でございます。こっから展望を仕上げていきます。頑張ります。はい、ということで今お家に帰ってきました。もう結構、ね、夜遅くなってしまったんですけど、明日また朝から頑張りますので、今日はもうメイク落としてちゃっちゃと寝たいと思います。もう今日かというか、では本日から3日間頑張ります。よろしくお願いします。おはようございます。初日でございます。本日昨日の夜一応準備してたんですけど、ちょっとねまだ終わってないので、今日も朝からちょっと早めに行ってスタッフさんたちと一緒に頑張りたいと思います。またね、お店が出来上がったら完成図も撮ろうと思うので楽しみに。そして今日本当に初日なんですけれども、めちゃくちゃドキドキしてます。やっと形になるっていうワクワクと、みんなが来てくれるかなとか、みんな気に入ってくれるかなっていうドキドキがすごくあるんですが、本日から3日間頑張りたいと思います。はい、ということで行ってきます。初日のコーデはこんな感じです。今日は新作のこのネイビーのスウェットを店頭で着たいと思います。靴はこの白のローファーです。
ストの時のルックブックなんですけど、ここにアベマの由来だったりとかが書いてあるページがあって、それをみんなに見てもらっています。こっちには植物があります。食パンをこんな感じで中に花瓶入れて植物とか入れてもめっちゃ可愛いので、やってください。ぜひゲットできた方。他にポスターがいいね。感動ですよね、本当に。めちゃくちゃ感動してる。今もう開店してから3時間ぐらいですか。4時間か、はい、経ってるんですけど、開店直後がやっぱ一番すごかったですね。めちゃくちゃバタバタしちゃったんですけど、今ちょっと落ち着いたので YouTube 回してます。ここはデニムゾーン、みんなに試着してもらってして、あんちゃったんですけど、東京デニムのサイズ感を見てもらうために置いてます。ここにはソフトカードがあります。スタッフさんが作ってくれました。かわいい。あ、もうバッチリこだわりポイントがあるんですけど、ここは私結構気に入ってて、これが、まあ、ポスターなんですけど、このこれ夕日ライトを今回取り入れてみました。アベンマーって夕日が結構絡んできてるので、実はなのでぴったりだなと思ってユーフライトを設置してます。こっちには小物たちが置いてあります。今1日目なんですけれども、あと2日あるので、まあ1日目まだあるんですけど頑張ります。みんなに協力してもらいながら頑張ってます。以上です。以上です。ありがとうございました。方が来てくれて、もう私も割と外に出てたんですね。気になっちゃって結構出てたんですけど、本当にほぼ途切れることなくお客さんが来てくれて、めちゃくちゃびっくりしております。でみんなすごいこういろいろ伝えてくれて、お話とかをしたりとかもしたんですけど、来てくれてもう試着だけでも嬉しいんですけど、その中でもお洋服を買ってくれたりとか、でさらに差し入れまで届けてくれる方がめちゃくちゃいて、持って帰るためにすごい大きい袋に一つにまとめてしまったんですけど、お手紙だったりとか食べ物の差し入れをくださった方とか、あとなんかアルバムとか物だったりとかをね、すごいたくさんの方が持ってきてくれて、せっかくいただいたので一個一個を紹介しちゃうとちょっとすごい長い動画になっちゃうと思うので、とりあえず全部出してみたいと思います。こんなにたくさんいただいちゃいました。本当にありがとうございます。皆さんみんないろいろ試着してたくさん悩んでくれて、ノベルティも欲しかったんですって言ってすごいたくさん買ってくれる方もいたし、もう本当にこんなに幸せな日があっていいのかっていう一日でした。アベマは来てきてくれる方もいたりとか、もちろんそのポップアップで購入してくれたりとか、実際にみんなの元へアベマの洋服が渡っていく感じを見てると、もう本当なんとも言えないすごい感慨深いというか、とにかく今日一日めちゃくちゃ幸せな一日でした。改めて本当いろんな方に支えられてるなっていうのをすごく実感しました。また明日からも頑張りたいと思います。本当に初日来てくださった皆さんありがとうございました。では明日明後日もお待ちしております。本当にありがとうございました。幸せだ。
はい、ということで2日目でございます。本日もよろしくお願いいたします。頑張ります。行ってきます。ということで帰ってきました。いや、2日目も無事に終わることができました。今日もですね、本当にたくさんの方に来ていただいて、こんなにたくさんのプレゼントをいただいてしまいました。ちょっとまた今日も並べてみたいと思います。お花だったりとかも持ってきてくれて、でシュナタン紫のイメージがあるからって言って紫のお花をいただいてしまいました。もう幸せすぎだろう。もう私明日終わった後どうなるんだろう。そろそろ幸せすぎていなくなってるかもしれないです。じゃん、こんなにまたまたいただいてしまいました。はーいや、本当に嬉しいです。ありがとうございます。皆さん、なんかみんながこうすごい可愛い可愛いって言って試着してくださったりとか、気に入ったものを購入してくださったりとかっていうのを見てるとめちゃくちゃ幸せで、本当に、まあ、やっぱネットだけだとどんな子が買ってくれたんだろうとか、そういうところまでわからないじゃないですか。なんですけど、お店で実際にみんなが見て購入してくださって、私もいる時はこう私をねさせていただいているので、あ、この子はこれを買ってくれたんだとか、この子この洋服似合いそうだなとか、なんかすごくそれを実感することができてて、この2日間、改めてすごいことだなって思ったし、なんかすごい不思議な感覚です。今日2日目で、いよいよね明日がラストなんですけど、もう本当に明日は迎えたいけど明日は迎えたくないっていうこの葛藤ですよ今。無事終えたい気持ちもありますけど、もう明日が終わっちゃうともう終わりなので。そう、3日間限定だったのですごい早かったです。この2日、まだ明日もあるんですが、明日も多分秒で過ぎるんだろうなって思ってます。ということで2日目も本当にお越しいただいた皆様ありがとうございました。また明日最終日張り切って頑張りたいと思います。お待ちしてます。ありがとうございました。本当にありがとうございます。お疲れ様でした。
でした。お疲れ様です。お疲れ様です。お疲れ様です。どうでしたか3日間。幸せすぎました。すごい行動だけ予定になった。ありがとうございました。来てくれた方々も。いや、私総大将の方が来てくれて、ずっとじゃあみんなの顔が見えないし、なんだろう、なんか改めてこう食事、こう生でみんなが試着したりとか、なんか笑顔で買って帰っていただけるのを見て、すごい。なんていうんだろう、感動しました。すごい嬉しかったです。どうしよう、まとまらない。でも本当にミカがもちろん私だけの力じゃできなかったので、支えてくれたで、協力してくださったスタッフさんの方々とか、本当に私が見えないところでもめっちゃたくさんの方が協力をしてくださって、ミカが終わる無事に終えることができました。本当にありがとうございました。また絶対あの東京以外でも絶対ポップアップやりますので、またぜひ皆さん来てください。ありがとうございました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 。
Fly away. Now you got me dreaming. It's not about where we are today. The future holds a meaning. We gotta fly.